琉球大学教育学部附属小学校は沖縄県中上郡西原町和座千原にある国立小学校。琉球大学の附属小学校で同大学の校内に位置する。略称は琉大附属小学校。私立中学校への転校を行わなければ、そのまま同大学の附属中学校に内部進学できる。制定昭和57年3月15日残。 お長が実習し、馬章の葉と羽ペンのイメージを合わせた形の上に、不祥の文字を配し、円形にまとめたものである。馬章は沖縄の代表的植物の一つであり、古代琉球文化の形成に役立ってきた。この若葉には子供たちがすくすくと育ってほしいという願いが込められている。羽ペンは学習と自由の象徴であり、縁は人の輪を表す。 地色のブルーは沖縄の青い海、青い空を表し、訓風に乗って子供たちが健やかに成長してほしいと願っている。一人数人が夢を持ち、未来を生きる力のある子21世紀は個性を大事にする時代であることを基盤に、一人数人が目的意識となる大きな夢を持ち、自らの生涯となる未来を自力で生きることができる子。 教育目標設定の基本的な考えは以下の通りとなっている。未来を生きる人間として日本、世界を担う児童を育成する。心身ともに健康で心豊かな児童を育成する。時代のニーズに貢献できる児童を育成する。家庭、地域社会の特性や児童の実態に立脚する。関連する法令に基づいて教育を行う。 昭和47年11月21日琉球大学評議員が教育学部に付属小学校設置を決定56年4月1日制令の一部改正により琉球大学教育学部付属小学校を設置57年3月6日新琉大キャンパス教育学部内に移転4月10日第1回始業式就任式4月14日第1回入学式各路線の詳細は 沖縄本島のバス路線を参照。ありがとうございます。